お疲れ様です。お疲れ様です。作りました。あ、いい。なんかすごい滑らかな入りっすね。そうそう。あのね、はい、スプリこの間優勝したじゃないですか。はいはいはい。今日はリョフタルマ討伐の方が出るの？いや、僕そっちは出ないです。出ないんですね。もうこのトーナメントで負けたら終わりの。俺結構リョフカンナをどうやって倒していいかで今あのみんな相談してんだけど、どうやって倒したらいいか。まず無理だと思うんですよ。とりあえずは僕もそれが難しいと思ってるんですけど、まあ会話をしないことじゃないですかね。もう汚く勝ちにくいだったら。でもね、それは結構あれかも。うん、緑さんの勝つ方法は、うん、やっぱり会話しないのはあるかもね。うん、僕はあのビッグジートは結構緑さんに勝ってるもんね。声も高いわな、でもスキルそこ倍、そこ上げなってない、俺の目にはまだ止まらないわ。壁も高い、声も高い、だけどバイブ、ライブ、フロー、どれもヤバい。あ、どこまでハイ、I wanna get high like 高め愛。だからでもみんな会話したリック G とか、俺本当あいつ全然リョフさんと会話しなかったと思うけど、だから勝ったと思うし、スクリーは勝ったことあるリョフさん？僕一回もないですね。戦ったことある？戦ったことあります。いつ戦ってるの？戦国20勝。ああ、そうか。やってるんですけど、まあ僕も国あ、20勝そう負けてるね。いいですよね。すげえ5本時間だぜ、レッツゴーホン、チャンネルつけな、豊洲のテレビジョン、レッツゲスターレイ、ゴールデンタイムのラップショーは戦国のスポンサーでお送りします。ぶっかましに来てるその面じゃねえ SK、 ひっくり返しに来たぜ山の裏 SK、 How are you? How are you doing? 調子ちょっと俺スクリーに個人的に来たことあって、はいはいはい、スクリーの好みのタイプなんだっけ。まあなんかやっぱか、うん、歯並びが悪くて、バカそうで、で、まあちょっと太ってるっていうのが一回お前そういう女しか寄ってこないから自分でタイプっつって、いやお前にはそういうブスしか集まってこねてる誰かに言われたことがあって、は待ってよと思って、俺それを自分のタイプだと思ってみんなにドヤ顔で言いよんじゃんと思ったらちょっと疑ってしまって、もしかしたらタイプじゃねえのかもしれないと思ったっすけど、やっぱりタイトスカートがぷくって膨れてるのがいいんです。じゃあ太った人がいいの？はい。あ、ちょっとふくよかな人がいいの？そうです。じゃあ昔戦国で出た萌木ちゃんとかすごい。そうなんです。そうです。萌木とか好き？あの機会があったらもう接触させてもらって。そんなにあるんだよ。なんて言うんでしょう、なんかこう腕があるじゃないですか、で関節のところでこう緩急って誰しもつくと思うんですよ。キュッポーンキュッて肉と思うんだけど、そこがあまりない人がいいんですよ。でもさ、これ本当にそんなこと言ってるけど、俺今日マジでスクリュー試してきてて、えスクリュー、この間の大会の時に昨日彼女分かるって言ったじゃん。あ、そうです。じゃあ、前の彼女もそういう人なんだね。前の彼女はそんなに太ってたのよ。だけどね、ムチムチなんですよ、ちゃんと。なんていうんですかね、ムチムチの定義はこう、バーンじゃなくてムチムチの定義はですね、あの骨から、なんて言うんでしょう、やべえこれ戦ってますか。いやだから写真見せる。いや待って、俺これなんで写さん、これいや写さん、いや知らない、いやもしかしたら、いやちょっと待ってくださいよ、写真見せる。なんで歯並びが悪くて、はい、やればねバカそうな、バカそうな、ムチムチな方、はい、ムチムチは普通のムチムチじゃないでしょ。まあこの人は普通のムチムチだと思います。いや、やべえ、これ何に使いますか、これ用途だけ教えてもらいたいんですけど。大丈夫です、ちょっと。でも本当にそうだ。あ、そうっすよね、うん、もちもちじゃないですか。本当だ、これこれ、ちゃうんだけど。なんで使えるんですか、ダメですよ。でも、はい、本当にそうだ。あ、ですよね、うん、でも確かにそのスキルを言ってるこれ、うん、イメージ、これでも、ま、前の彼女はそのスクリューがそうやって言ってるって知ってたの？いや、知らないっすね。ラッパースクリュー知らない？ラッパースクリューを知ってはなかったです、最初は。ラッパースクリュー知らない人で付き合って、そうです、そうです。で、徐々に知ってってみたいな。そうです、ああすごい人なんだ。でもそのせいで振られたんじゃない？いやだからそういうこと言うから、なんかなんだろう、バカそうだ。私そういうことなんだよ。あの、なんかやっぱ空気読んでその話題は投げかけてこないですね。あー、うん、でも確かにそのこの写真は、本当スクリューのその言ってる通りかもしれない。でも痩せてるじゃないですか、全然。いや、聞いてる？
さんからされたらもうでも、しかしこれから、はい、モテるんじゃないの、そういう人いっぱい来ると思う。いや、どうなんでしょう。全然声をかけてください。じゃあ萌木さんに言っときます。あ、ありがとうございます。萌木もこれもう何年待ってないけど、萌木ちょっと、はい、これ見てたら萌木スピードに連絡してください。マジですか。たまらんっすね。増えらんねえわ。ちょっとほっきれてんじゃん。へぇ、じゃあ萌木さんに。ここはアドレナリン来てます。自分はオイストチェックしてください。